じゃあやります、一応時間通りに。4、3、2。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。2月23日木曜日、午前11時を回りました。ここからリラクシンキッチンが、ここ FM 那覇スタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名も、リラキチのズバンラディオ。リラキチことリラクシンキッチンのボーカル、シュウコです。はい、ギター担当のタケセグンドです。さあ、シュウコさん。はい。ついに始まることになりましたね。めっちゃ嬉しいんだけど。めっちゃテンション上がるんだけど、はい、僕ら初めてのね、はい、ラジオ番組、うん、はい、その名もリラキチのズワンラディオ、はい、やたらねエコー使ってみたりしてもらいますけれども、ね、何回もやるんですね。はい、ズバンラディオということでね、もともとね、あのズバンっていう企画をね、うん、チャタンのね、はい、モッズさんの方でね、そうですね、ライブイベントとしてね、うん、やってたんですけどね、はい、それをまあラジオ版にしてしまえということでね、はい、こちら FM 那覇さんのね、うん、ご協力を得てですね、はい、ついに、まあ、今日はね試しお試しっていうことでね、うんうんうん、あのランスルーっていうんですって、この試しに一回通してみるっていうのを、ランスルー、はい、初めて聞いた、はい、なんですけどね、一応ね、うん、あのユーストリームと、ツイキャスの方配信の方しておりますのでね、聞けますよっていうことなんですけど、誰が聞いてるんだっていう話にはなるんですけどもね、だからね、でも映像ちゃんと残りますから、うん、しっかりとやっていきたいと思います。はい、さあそういうことでね、はい、始まることになりました、このリラキシのズバーンレディオなんですけど、はい、どんな内容でねお送りしていくのか、ざっくりとシュウコさんの方から説明していただけますでしょうか。はい、私たちリラキチことリラクシンキッチンの2人が毎週テーマに沿ったメッセージリクエストにお答えしながら、ジャンルにとらわれない自由なスタイルでリラキチと一緒に音楽について語ってくれる素敵なゲストをお迎えしたりしながら、楽しく音楽を紹介していく番組です。はい、では早速今週のテーマは、はい、今週のテーマはズバリ、初めてラジオ番組を持った時にかけたい音楽。あー、来ましたね。とりあえずね、はい、何でもいいから自分たちの好きな曲かけちゃえっていうテーマなんですけどね。はい。そうですね、いいんじゃないですか、こういう感じでも、うんうん、今日はね、うんうん、もうリラキチがゲストっていう感じ、リラキチがリラキチをゲストにお迎えしたみたいな感じ。まああのゲストいませんからね、当然ながらね。僕らがチャーシャベリするっていう、ただそれだけですよ。はい、はい、そうですね、な感じなんですけどね、うんうん、でも他にもコーナーあるでしょ。はい、そしてね、番組の中盤11時半くらいには今日のランチについてのコーナーもありますので、今日のランチはどこどこの何々食べたいなとか、最近ランチはどこどこの何々にハマってるよっていうメッセージを受け付けております。どしどしお送りください。はい、メッセージリクエストの方はね、うん、インターネットの方で見てる方はね、はい、FM 那覇さんのホームページ、はい、はい、これ FM 那覇と検索していただければすぐ出てまいりますので、はい、じゃあホームページの方から番組へのメッセージ、うん、リクエストを受け付けております。はい、番組へのメッセージリクエストはこちらっていうところからね、はい、メールフォームで入っていただいて、うん、送っていただければと思います。はい、いやいや、そうじゃなくて直接メール打ちたいよっていう方はね、うん、メールアドレス、はい、780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp、うん、こちらの方に送ってください。うん、またね、ツイキャスユーストリームの方でね、コメントもつけられますのでね、うん、はい、そちらの方でコメントをつけていただいても大丈夫でございます。はい、そしてファックスでも募集しております。ファックス番号 098-860-0262、 ファックス番号 098-860-0262、 こちらの方でも、募集しておりますので、どしどしリクエスト、そしてお便りですね、いただけたらと思っております。はい、はい、それではね、うん、しゅうこさん、早速ね、早速ごめんなさいね、滑舌悪くて最初のリクエストからいきたいんですけど、はい、はい、リクエスト届いてます？リクエストね、届いてますよ。どうぞご紹介ください。
那覇市の竹瀬群土さんから、ほう、竹瀬群土さんからありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、 自らリクエスト曲の方ね。なんだよ自らって今さ適当にでもいいからさ、なんかそれっぽいこと言って。え、何これ無茶ぶりってやつ。無茶ぶりその1、竹瀬群土さんからメッセージ、リクエストメッセージ来てる風刺で、うんうん、しごさんお願いします。わかりました。リクエスト曲もその時のその場の気分で言ってもらって大丈夫です。え、そうなの、頑張って出します俺が。本当、はい、じゃあ那覇市の竹瀬群土さんから、リクエストいただいております。リラ吉の皆さんこんにちは。はい、こんにちは。毎日ラジオ、毎週ラジオ聞かせていただいております。いやいや今日から始まってだからね絶対嘘だよ嘘だね言ってみたかった。はい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 、はい、じゃあ竹瀬群土群土さんからのリクエスト。え、早っないの、もうちょっとこうメッセージ的なやつは。なんかあるさね、ほらなんか最近なんか暖かくなってきたと思ったのに今日はちょっと寒かったさみたいな、そういうさ、うん、なんかあるでしょやりづらいなお前行こうぜそれ、行こうぜ。だから自分でやっていいよ。いやだからそれを自作自演でやっていいよ。いやいや、だからそれを、うん、やってみて。あ、めんどくさいんだけど本当に嫌がってるんですけどこの人ということでね、こういう感じこういう感じじゃなくてちゃんとメッセージ送っていただければ、はい、ここでこうやって紹介して。それは当たり前ですよ。リクエストをね結構たくさんかけたいと思ってるんですよ、はい、なのでリクエスト曲をね、はい、言っていただければ、はい、リクエスト曲がバチッとかかりますのでね、はい、うんうん、じゃあ、じゃあ那覇市のターケンセグンドさんからねリクエスト曲何しようかな。8曲目。8曲目ってなんだっけ。緑の海。ああ、じゃあ緑の海行きましょうか。はい、わかりました。これはね宜野湾のね、うん、大山の大門畑の風景を、はい、描いた、はい、そんな曲ですね。リラキチの原風景ですね。はい、ではそれをかけてみましょう、はい、緑の海を聴きください。おりますのはリラクシンキッチンで緑の海でございます。はい、この緑の海ですけれどもリラクシンキッチンの原風景でもあります宜野湾市大山のタイム畑のことを描いた曲となっておりますね。はい、結構ね僕が頑張って三振弾いたんですよこれ。頑張ったよね。うんうんうん、結構頑張ったねまあまあまあちょっとねなんかね、うん、やっぱこれ曲かけるタイミングとか結構なんかあれだね、難しいね、うん、なんかこうラジオとかね、はい、いい感じでこう曲紹介してバーンってかかるじゃない。そうですね、そういうのをね、うん、今うまくできなかったなと思ってこれから練習していきたいと思いますので、うんうん、まだ大丈夫だよ。どうぞよろしくお願いします
じゃあじゃあね、ここでね、改めて、今日の番組の流れをねご紹介していただきたいと思うんですけど、はい、はいよー、はい、じゃあ今日の番組の内容を紹介させていただきます。本日のテーマは、初めてラジオ番組を持った時にかけたい音楽ってね、これ普通に普通の働いてらっしゃる方にはあんまり当てはまらないテーマですけど今日はランスルーということでオンエアしちゃってるんですけどね、あの一応そこはほら、うん、あのあれだよ、あのなんつうの、想像して、あ、想像して、ね、もし自分が、ね、もしもシリーズだよこれだから、あ、もしも、うん、そう、ドラえもんのポケットがあったらみたいな感じ？違う。だからあの言うよ、もしもシリーズで言って、言うよ、はい、はい、もしも初めてラジオ番組を持ったらっていうね、そんな時にかけたい音楽ということですよね。そう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 。うんうん、で今日もあの配信もされておりますので、運よくこのね電波をキャッチされた方はですね、ぜひリクエストをねしてみて、リラ吉のアベスの中から。そう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 。たまたまね、はい、なんかあの FM 那覇のホームページを見てしまったみたいな、ね、見てしまった人とかいるかもしれないからね。そう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 。そしたらあのリクエストしてくださいよ。そう、ぜひぜひね、リクエストしたら俺たちどうやって見ればいいの？だから、ね、さっき説明されてたじゃん。分かってるよ、分かってるけど、今一瞬あれどうすんだっけと思ったんです。そうですね、初めてだとそういうこともあるんです。はい、でそしてですね、はい、あの今日はだからリラキスの曲ばっかりかけちゃえって思ってて、ゲストはいないんですけど、普段はゲストもお呼びしたいなっていう、そうですね、思っておりますけれども、ゲスト大募集しておりますので、うんうん、一応音楽番組なんでね、はい、音楽の話ができる方に限ろうと思ってますけど、あ、そうなの、限ろうと思ってますけど、というか音楽の話できない人いないでしょ。いないいない。だから何でもいいから音楽のことを、リラキシとね音楽談義したいぞっていう人は、そう、ゲストに来れるよ。あ、そうね、うん、はい、うん、じゃあ、 あの、はい、リラキチに個人的に声かけていただきましても構いませんですし、あとはリラキチのあれですね、ホームページの方からお問い合わせでね、なるほど、いただいても構わないですし、ラジオのゲストに出たいんですけど、できますか的な、あ、いいんじゃないですか。ね、そうですね、はい、受け付けたいと思いますよ。はい、そして、11時20分過ぎからリラキチが気になっている最新ヒット曲をお届けする最新ヒットコーナー、11時半くらいからは那覇周辺のランチ情報をお届けする今日のランチコーナー、ほ、11時40分過ぎにはリラキスのターケーセグンドが音楽のうんちくを語るという熱苦しいコーナー、ターケーセレクト。そう、これセグンドチョイスにしました。あ、名前変えたんだ。うん、そう。オッケー、じゃあ、はい、セグンドチョイス、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 はい、はい、セルフエコー&リアルエコーみたいな、リアルエコーなんだこれ。11時50分くらいからいろいろ告知コーナーという流れでお昼12時前までお付き合いいただきます。普段は間にできる限りたくさんのリクエストにもお答えしていきますので、番組の方へどしどしリクエストメッセージ送ってくださいね。送り先は、はい、ネット環境のある方はね、番組の番組じゃないや、FM 那覇のホームページの方から、はい、あのメールフォームで送れますのでね、はい、どうぞ番組へのメッセージやリクエストは FM 那覇ホームページの方から送ってください、はい、ファックスも受け付けております。ファックスも受け付けております。ファックス番号は 098-860-0262、はい、098-860-0262 でございます。はい、はい、お聞きのラジオは 78.0MHz FM 那覇。リラキチのズバーレディオということでね。何今の可愛い。レディオはね、娘です。娘か。これね、あのね、音楽をね思うようにかけられない俺。え、頑張って。うん、頑張る。なのでね、うん、一応そんな感じで、はい、行こうと思ってますけれども、はい、ね、ここからは、はい、通常であればねゲストをね、うん、ここで紹介してみたいな感じにするんですけど、はい、はい、うん、今日はゲストいませんので、うんうん、僕らの話をしたいと思うんですけれども、はい、どういう感じで話していきましょうか、しゅうこさん。まずはですね、あの2017年1月25日に発売になりましたリラクシンキッチンファーストフルアルバムアベスについてお話ししていきたいなと思います。やっぱりここはね一つ、
はい、うん、そうなんです、早速ね流れてきてますけれども、はい、ずっとねこのアルバムの曲を今日はね後ろに流しながらね話をしていこうかなと思ってるんですけども、はい、僕らね結成したの2011年じゃないですか。そうですね。だからねファーストアルバムって言ってて、うん、もう5年以上経ってるじゃんみたいな感じなんですけどその辺はどうなんですかね。あーま、もともとあれですよね、そのアンタイトルドっていう形で、あのなんて言うんだっけあれ、はい、ミニアルバム、そう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 ミニアルバム出したんだよね。ごめんなさいね、今ね俺も出てこなかった。そうそう、で今 BGM ちょっとでかいなと思って。あ、そうですね、もうちょっと下げましょうね。ちょっと聞かせたかったんだけど、なるほど。なんかこれ難しいね、やっぱりね音楽のねあれがね、こんなぐらいじゃない。うん、じゃあまあこれぐらいの感じでね、あもうちょっともうちょっと下げながらやっていこうと思うんですけど、そうですね、はい、そうそう、元々ねその一発撮りの、うん、5曲入りのミニアルバムは出してたんですよ。はい、ね、石岡さん、そうです出してました。そうそう出してたっていうか、うん、でもそれは本当にデモ音源みたいな感じで、うん、もう一発でバーンって撮っただけなんです。そうから、うん、なんていうのかな、そのアマチュア感満載な感じの。いやでも撮ってくれた人はすごい人だけどね。いやそういうことではなくてその音源としてはねまあ本当にライブ一発撮りだもんね。うん、ライブっていうか、うん、まあ、そのスタジオでね、はい、そのまま一発で撮ったっていう感じの内容になっているので。そうなんですよね、はい、まあ、初期の頃からリラキチをご存知の方は結構好きな曲も何曲かあるよなんてね、うん、言ってくれて、ライブでやるために結構でもね、うん、車で聞いてくれたりとかしてたり。そうですよね、うん、って感じなんですけど、はい、はい、でまあそこから5年丸5年経ってようやくきちんとプラスチックのケースに入ってる。そう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 、プラスチックのケースよねだって前のやつこうやって紙を折ってジャケット作ってたからね。それをそうだよ、そう手作り感満載だった。金井製紙工業だったよ。そう、マニュファクチャー CD でしたからな言えてないやし。そう、それからもう出世ですよ、あんなプラケースに入って。そうですよ、だからかかって開くんだよ。なぜねこんなに時間がかかったのかというと、うん、単純にどうやって CD を作ったらいいかがよく分かってなかったんですよ僕らは。分かんないですよね、やったことないですからねやったことないから、うん、だっていろいろいっぱいあるんですよ分かんないことが。うん、じゃあその CD プレスってどうすればいいのとか、はい、そこから始まって、レコーディングはじゃあどこですればいいのとか。そうですね、レコーディングしたやつをそのミックス、はい、ダウンっていうことをするんですけど、はい、ミックスダウンっていうのは音量のレベルとか音質を調整して一つにまとめるってことですね、はい、で最後にマスタリングっていうのをして、あ、でそうだった、そのマスタリング作業をしたものを、はい、要はその入稿してプレスしてもらうんだけど、はい、分かんないじゃないですか、うんうん、そ分かんないよね、どうやって読むのって話でしょ。そうそう、だから、うん、まあそれをね、はい、まあ分かるというか、うん、全面的に協力してくれる人に出会えたので、それでね、本当ですよね、こういう形でね、うん、アルバムにやっとすることができたみたいな。そうそう、プロデューサー様々ですね。そうですよプロデューサーの方紹介してください。じゃあはい、今をときめく沖縄ナンバーベンシスト、ときめいてるって俺知らなかったよなんでみんなときめいてる。ビジュアル的には全然ときめいてないよ。ビジュアル的には、まあそうなんうちの娘もめっちゃときめいてるよあ、いや優しい人だからね、うん、クマ、うん、さんみたいって言ってときめいてますよ。ときめいてるよ、うん、ぬいぐるみ的感覚でときめいてる。名前言っていい？言ってくださいよ、早く言えばいいじゃないか沖縄県随一のベーシストでありまして、そして、きらめくプロデューサードンクボタさんですね。お、はい、このドンクボタさんにお会いできたのが森浦吉の運の月で。運の月って何だよ。それドンさんから見たら運の月でしょ。違う違う、私たちについて運の月じゃない。なんで俺が私たちが運の月なの。超ラッキー。運の月っていうのは、あ、のまためんどくさいこと言い出しただって今違和感超感じてる人いるよ。あ、そう、いやいやいや、聞いてる人で。だってドンさんは全てやらされたじゃないですか、私たち。だからドンさんからしてみれば運の月っていう意味でしょって言ってる。あ、そうなの。もうそこさ、なんなの。あとたくさん本とか読む割にはそういうところなんかあれだよね。はい、じゃあ そろそろそれぞれのセレクト曲に行きましょうか。すげーな、流しやがったな。まだいいんじゃないですか、セレクト曲行かなくても。まだいいの、まだトークしていい。でもいいけどさ、うん、全然トークしていっていいんですよ。あ、もっと膨らませていこうよ。オッケーオッケー。なんかさ、緊張してるんじゃないの。うん、お腹空いたなと思って。
マジで後でさ、今日のランチ何するみたいな話もありますね。ありますからね。そう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 、だからこの番組ね、あの、うん、お昼前じゃないですか、うん、だから、うん、あのまた番組の内容の話戻っちゃいますけど、はい、あの今日のお昼は何々の何々を食べるぞみたいな、うん、そういうメッセージも、あ、そう、知りたい、あの受け付けてますので、そうそうそう、みんながどんなとこでね、ランチ食べてるか知りたい。 FM 那覇なので、うん、那覇周辺の県外で聞いてる人も、うん、那覇行った時にあそこだのあそことのでお昼食べたら美味しかったとか、そう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 、で一応ランチっていうことに限って、うん、そのランチ情報、うん、受け付けたいなと思ってるんですけどね。ね、ぜひぜひお知らせいただけたら、うん、なのでそのコーナーもあるから、うん、お腹が減ってるのはちょっと置いといて、ちゃんとあの、うん、音楽の話を楽しくやろうよ。 OK 軽デージ軽いし、もうびっくりするよ。いや、あれなんですよ、もともとそのターケイはすごく音楽に造形が深くてとても詳しい人なんですけど、私ってあんまり知識もないじゃないですか。いや、それは別にさあの楽しく話するのと関係ないですよ、全然。音楽は楽しく聴くものだし、別にそのなんていうの、音楽のなんかいろんなことに詳しくなくたって別にそれは全然いいんじゃないでしょうか。なんかだからね、別に一言とかなんかないんですよ。じゃあもうね、あのここでね、無理くりね、ここにねずっとね、あの、うん、奈良さんが座ってるから、うんうん、奈良さんをゲストにねあのお招きするよ。あ、お招きした、はい、このタイミングで、はい、このタイミングで、ま、あ、すいません、このタイミングでもういいんですよ。こんにちは。こんにちは。はい、あのしゅんこさん、ちゃんと紹介してあげてください。はい、FM 那覇の、CEO 社長、 CEO よろしくお願いします。奈良さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。急にいや、この二人のトークを横で笑ってるのが最高の今、はい、めっちゃ焦ってめっちゃ焦ってしまったのに巻き込まれた。本当ですよね、はい、巻き込まれましたね。今ねちょっとねヘッドホンを置こうとしてたから巻き込みましたよ、うん、どっか行っちゃうと思って。いやいや、そんなことないですよ、そんなことないです。でもね、うん、やっぱりちゃんとラジオ慣れてますね。さすがですよ。いやいや、なんかすごいラジオで話してる感超出てますよ、ね。あ、本当ですか、うん。一気にラジオっぽくなった。ラジオっぽくなった。俺たちやっぱまだダメだね。ダメだよ。ラジオっぽくないね。そんなことないですか。はい、そんなことはありません。いや、でも今回ね、あのリラキチがこうしてラジオ番組持たせていただくきっかけになったのもね、やっぱり奈良さんとお会いしたからなんですけど。そう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 、うん、これ。ね、奈良さんが声かけてくれたわけなんですけど、うん、なんで僕らに声かけてくれたのかちょっと聞きたいんですけど。聞きたい聞きたい。それはもうな焦ってる焦ってる。もう一度喋っているんですけどね、あのティンシー、はい、の、はい、うちでやってるティンシーの傷だらけスマイルラボという番組で、はい、ゲストのリラキチさんがゲストでリラキチさんが来た時に、はい、はい、土曜日ライブしてくれてですね。そうですね。その時に、はい、なんか言わされてる感がある。もうなんかあの痺れたんですよ、本当に。嬉しい。マジっすか。その言葉もう一度聞きたかった。痺れたんですよ。ありがとうございます。それをね言わそうと思って。そう、すごい。その感じすごいした。もう本当に歌もギターも何ですか、フルバンドじゃなくて2人でやってらっしゃったじゃないですか。そうですね、あの感じがすごい良かったんですよ。もうなんか心に響くっていうか、もうガシッて掴まれた感じがしました。もうそれで、あ、もうリアキさんやってもらおうと思って。嬉しいな。でもあれじゃないですか、その音楽を聴いてもなんか喋れるかどうかって分かんないじゃないですか、うん、そう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 。あ、もう喋れると思いました。奈良さんも結構適当だからな。いやいやいや、でもゲストでこう一応喋ってるからその感じでそう思ってくれたのかな。いや、何ですかね、やっぱほら打ち合わせとかもしたじゃないですか、はい、ね、ラジオやりませんかって言った時に、ああ、もうしましたよね。その、はいはい、そこから勝手な自分の中でオーディションが始まっていて、あ、すげえ怖い。そうなんだ。実はオーディションかけられてた。いやいやいや、でもすごい、あ、っていうかもう音楽もできて喋りもできていたっていうか、まあ、上から目線みたいになるの嫌なんですけど。いやいやいや、それは今ね、ラジオをね、はい、経営してるわけですからね。そうですね、今日それで聞いて、うん、今ラジオ2人やられてたじゃないですか、はいはい、でも笑いが出るくらい、あ、よかった2人に頼んでって本当に思いましたよ。マジっすか。後で言おうと思ってたのに、それ後で。いやいやいや、それ全部その番組内で言いましょう。ここで言ったらなんか褒めてる、なんか褒めてばっかりで。そうですね。あ、いいですよ、ダメ出しもしてもらって。でもね、ちょ途中でちょっと BGM がね、あの大きいじゃないですかとかね、言ってくれたりはしたんですけど ね、 ちょこちょこ聞いてつけて。ありがとうございます。いや、なんかね、でもやっぱこの音楽番組だから音楽大事にしたいんだけど、音楽出すのが大変で、うん、今それにちょっと苦労してますけど、うん、その感じがすごく見えてました。それも込みで笑ってました。本当ですよね。すいません、めっちゃ責
キララなラジオになってるけど、まあ、なのでね、うん、当面の間僕があたふたしてると思うので、はい、その感じを見たい方はね、あ、そうですよね、そうそう、ユーストリームがいいのかな、うん、もうスタジオに来てください。そう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 、そうですよ、スタジオ、こっち全然スタジオ来ていいんですよね、もうぜひぜひ、うん、ね、ターゲさんがそれ見られてもいいんだったらあ、もう全然いいですよ。ぜひぜひ。全然いいですよ、うん。見ていただきたいよね。そうですね。むしろあの手伝ってあげるよって言ってもらいたいよ。あ、いいですね。そうなったらね。はい。うん、だけど、でスタジオの場所はこれ沖江通りの入り口あたり名橋駅付近になるんですよね。そうですね。そうですそうですそうです。これね、ぜひ皆さん本当にね、ターケの雄姿を見に来ていただきたいですね。うん。面白いと思うよ。普段のライブの竹と全然違うからね。あ、そうなんですか。うん。あ、まあでもライブのテンパってるか。まあそうだけどね、うん、でもなんかまあそれやっぱ違いますよ、やっぱりね、うん、勝手が全然違いますよ、そりゃそうだ、うん、なんかそう伴奏しながら歌うのとはまた違うでしょ、それは全然そうだね、このなんかしながらなんかするみたいな感じのことって、うん、一つ質問していいですか、はいはいはい、どうぞどうぞ、まあ、僕もちょっと安直なんですけど、まあ、ライブの MC とラジオのこういうトークっていうのはやっぱ全然違いますか、はい、あんまり違わないかな、あんまり違わないと思う、うん、結構そのなんていうのかな、そのトークの流れとか、例えばほら、うん、冒頭でね番組のやっぱ紹介とかあるじゃないですか、うん、そういうなんかこうある程度この決まってる内容の喋りとか、うん、そういうのも基本的にはそのライブの構成を30分だったら30分で組み立てるのと、うん、ラジオ番組1個組み立てるのと結構似てるよね、あ、なるほどと思います。そして私たちのトーク結構こうして掛け合いが多いんですよ、うん、夫婦なので、はいはい、遠慮もないからその感じ出てました、ありがとうございます、超面白いです、それはそうなんですよ、これをもう楽しんでいただく、もうこれを楽しみだにしてライブ聞きに来るっていうお客さんもいるぐらいなので、ああそうなんだ、そうなんですよ、やっぱりって言われる、そうなんですよね、なんかそのあたりでもなんていうかこう曲を聴いてだけでなくトークでも和んでいただけたらいいなっていうのはすごい思いながらライブやらせてもらってるので、へえそうなんですね、うん、あんまり違わないよね、うん、じゃあラジオも一つのライブみたいなもんですか、いや本当全くその通りと思います、あ本当ですか、うん、結構ドキドキしながら、うん、次はなんだ次はなんだやらせてもらっておりますけれどもね、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、じゃああまりお引き止めしても申し訳ないの で、ね、椅子を立ちたい立ちたいですね、そんなにネタないお尻浮いてるもん、はい、それではね、はい、次のコーナーに入っていきたいと思いますので、はい、奈良さんどうもありがとうございました、ありがとうございました、どうも失礼します、リラックスキッチンスバーンラディオ、ばあちゃんって空みたいだなって思う、意味わかるかな、ずっとずっと青いって感じ、透き通ってるわけ、気持ちがいい、はい、今ねタケから Q もらったんですけど、違うところ避けちゃったよ、そう、しかもこれ台本に次のコーナー何って書いてないんですよ、あ大丈夫、あの最新ヒット曲コーナーです次は、あそうなんだ、えあそうなんだって終わっちゃったのはい、はい、でね、うん、あの最新ヒット曲コーナーでこの曲をかけようと思った曲を先にかけちゃったっていう、そういうオチなんですよそうなんだそうそうそう、だからこのまま喋っちゃおうっていう、うんうん、でこの最新ヒット曲っていうのは週5プレゼント最新ヒットなんですね、そう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 、うん、そういうコーナーをねやろうと思っていて、うん、じゃあ毎週あれだ、私がこのセレクトしてきた最新ヒットをここで流させてもらうっていう、そうなんです、そういうコーナーなんですね、そうなんです、最新に気になってる曲みたいな、うん、あまあ基本的にはなんかニューリリースのものとか、うん、その世の中でこの新しく出た、うん、曲を中心にお届けしていただきたいなと思ってるんですけど、はい、なんかここで説明してるのっておかしくないか、あそんなことないじゃない、1回目だから大丈夫だよ1回目だから、まあ、0回目なんで ね、 そうそうそう、ねランスルーということで ね、 そうですね、試しの放送みたいな形でやっておりますけれども、うん、お聞きのラジオはリラクチのズバーンレディオでございますが、はい、はい、例えばね、うん、最新ヒット曲ということで、はい、シューコが最新ヒット曲を紹介するコーナーになっているんですけども、そうですね、ここでは何を
これ今流れてる、1月25日発売になりました、リラキチニューアルバムからアベスの中からバーチャの空という曲を流させていただいてますけれども、はい、このバーチャの空っていうのはね、今私たちがいる FM ナハのこのスタジオにもねいっぱいいっぱいいるこれヒープさんがそうなんです、作詞をしてくれた曲っていうことで、はい、皆さんにもねちょっとずつ知っていただいているんですけれども、これさヒープさん多すぎない？さっきも言ったけどデイジヒープさんだよね。デイジヒープさんだよ、うん、本当にすごいよ。すごいヒープさんだよ、うん、多分今頃ヒープさんはねアルオケに向かってると思いますけど。そうだね、うん、FM の班に来たらいいのに。だからね、寄ってってくださいみたいな感じですけど、時間的にねヒープさんにゲストに来てもらうのは難しそうなんですけど、ね、いっぱい僕らが喋っときますからねヒープさん大丈夫です。そうで、このばあちゃんの空っていうのはヒープさんがおばあちゃんに宛てて書かれた原稿用紙5枚分のお手紙の中から少しずつ原文そのままだったり、あここの部分素敵っていうところをピックアップさせていただいて、このばあちゃんの空という曲にリラキチが仕立てたというね、そういう流れに作っていった曲だよね、うん、そうですね、うん、でこの曲がですね、今年の1月4日から始まった、沖縄チラサウンズさんの方でね先行配信させていただいてたんですけれども、はい、このばあちゃんの空とキルトゥーバーズと先ほど流させていただいた緑の海、うん、この3曲をね先行配信アルバム発売前に配信させていただいたんですけれども、はい、これが1週間おきに週間ランキングっていうのがね出るんですよ、うんうん、沖縄チラサウンズさんの方でね、はい、でこれがねすごいことに1月11日発表の、週間ランキング1、2、3位リラクシンキッチンが独占、次週1月18日発表の週間ランキングでも、はい、1、2、3位リラクシンキッチンが独占、はい、そしてとうとう発売日当日1月25日ですね、こちらの発表になった週間ランキングでも1、2、3位リラクシンキッチンが独占ということで、うん、そして続きまして2月1日もなんと4週連続1位に輝いたのがこのバーチャの空おということでね。そうなんです、はい、私たちの中でも勲章みたいな曲にもう、ね、なってしまってます。そうなんですよ、はい、これぜひね皆さんにライブでも聴いていただきたいなと思います、うんうんうん、ライブだと私とターケ2人でギターボーカルだけのバージョンっていうのもやるんですけど、うん、でもシューコの、まあ、希望としてはやっぱりバンドサウンドでやりたいなっていうのはね、バンドでのライブって予定あります？あるよまあ、まあ、まあ番組の最後の方にね告知コーナーもあるのでね、またそういうところでね、はい、ライブの予定とか告知していきたいと思うんですけどね。そうですね、はい、今日のね、うん、週刊セレクト最新ヒット曲、はい、4週連続1位だからヒット曲って言っていいんじゃないですか。いいよ。はい、お届けしましたのはリラクシンキッチンで、はい、ばあちゃんの空でした。リラキチンズバン、リラクシンキッチンズバンラディオ。これさ、リラックスキッチンズズバーンラディオって言ってんの誰？俺だよ俺に決まってるでしょ、そんなもんだけさ、ずっとあれだよね、いろんな人にさ、うん、MC 向いてるんじゃない、司会向いてるんじゃないって、声がめっちゃいいって言われてたでしょ。ああ、言われてたよ、ね、さっきリラクチのねアルバムプロデュースしていただいて、そう、ドンさんにも、ね、言われてて、うん、言われてたよ、やったらいいんじゃないの、名司会って言われてたよ。名司会って言われてたね。ん、分からんけど言われてたよ。迷う方の名司会じゃないよ、迷う方じゃないの、有名の名だよ、名すごくない、うんって言われてたんだよ。ねえ、でさ、シュウコさん、ちょっといいですか。うん、一応さ次のコーナーに入ろうと思って、はい、ジングル流したんですけど、うん、すごい雑談から入ったんですけど、うん、コーナーの方に行ってもいいですか。行ってください。行ってください。はい。では続いてのコーナーはですね。はい。今日のランチのコーナー。イエーイ。っていうことなんですけど。はい。ランランランチ。
ランランランチコーナーなんですよ。ランランランチコーナーですね。はい、今日のランチね、あの私が最近行ってそのまま行った。あ、なんで？いや、話戻してくるかなと思って、一応コーナーがね変わったのよっていう感じだけやりたかったの。コーナー変わったよんでね、あの、うん、ほら今11時半ちょっと過ぎじゃないですか。はいはいはい、ただ今、11時34分35分になったところですけどもね、だいたいねこの11時半ぐらいの時に、はい、そろそろさ今日のご飯何しようかなって思うじゃない。そうだよね。なのでこの、うん、タイミングで、うん、あのこのコーナーをやりたいなと思ってるんです、うん、いいでしょ、うん、はい、じゃあどうぞ。はい、しゅうこおすすめ。早速おすすめ。いいのそれで。あ、いいよ、全然全然。2つあってさ、ちょっと悩んだわけ。うん、どっちも2つとも言ってもらってもいいけど、とりあえず切りましょう。1個にする。どっちも小文字なんだけど、うん、一時ターケットとってもハマってさ、うん、何度か行った、あの鳥なんだっけ、鳥玉さん。はい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 、っていいんだっけ。はい、泉崎の、泉崎の鳥玉さん。鳥玉ね、鳥玉。あそこ あのランチはもう皆さん本当によくよくご存知だと思いますけど、お昼時はね結構混んでるから話題のお店だと思うんですけど、チキン南蛮がね、あの塩水につけて、うんうんうん、鶏の肉の身を柔らかくしたのをパリッと揚げて、うんうんうん、そしてあの美味しい卵のタルタルがドバーっていっぱいかかって甘酢がかかってるっていう。でお味噌汁か、鶏スープが選べて、でご飯も五穀米か白米が選べてっていう感じで。なるほど。ですごいふわふわのだし巻き卵がちょっとついてくるでしょ、うん、豪華なやつ、うん、はいはい、あそこがねあの好きで皆さんにおすすめしたいなと思って。いいじゃないですか、うん、はい、鶏玉の、うん、なんだ、チキン南蛮定食、はい、うん、これしゅうこさんおすすめだそうです。今日はこれそれ食べに行くのこの後。行こうかなもう一つの方にする。もう一つは何なの。もう一つは来週話すよ。あ、もう一つは来週のお楽しみ、うん、来週のお楽しみ、うん、じゃあね、うん、あの来週話してくれるということなのでね、しゅうこさんのおすすめは鶏玉の、はい、チキン南蛮定食ということですよ、うん、僕も食べたことありますけどね、美味しかったよ、うん、あれ美味しいよね。最初ターケーが食べてて、うん、で、あ、次回は私もあれにしようと思って頼んだの。そっかそっかそっか、うん、うんうん、いいんじゃないですかね。はい、じゃあ僕のおすすめ、うん、聞きたい。っていうかね、うん、しばらく食べてないんですけど、うん、ちょっと食べたいなと思っているのがあるので、はい、これ近くなんですけど、うん、このむつみ橋通りだよね、この前の通りって、うん、あれ？ここ OK 通り。ここ OK 通り。あ、違う、 OK 通りだむつみ橋通り向こう側だね、ごめんなさい。 OK 通り、 OK 通りの、はい、あのいつもさ、あの、あの海外から来た観光客の方が行列してる、はいはいはい、ダンボっていうラーメン屋さんあるじゃないですか。あるある。あのダンボの角を入ってったところに、ダンボって言ったのにダンボじゃないの。ダンボじゃないよダンボはだってみんな知ってるさ、うんうん、ダンボの角を入ってたと、入ってしばらく行ったところの右手に、うん、ラーメン屋さんなんですけど、うん、天神屋ってあるじゃないですか、はい、あ、美味しいよね味噌ラーメンの。あそこね、そう、味噌ラーメン、うん、なんか豚骨味噌ラーメンみたいな辛いのがあるとこね。そう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 、あそこのラーメン食べたいなと思って。ラーメン食べたいな。あそこ美味しくない？今日ちょっと寒いし、いいんじゃない？いいね、うん、いいと思います、うん、あそこ美味しいと思うんだよね。はい、1回しか食べたことないんだけどね。そうそう、その後はいつ行っても休憩の時間だったりとかだいたいね、あの僕らミュージシャンね、あの昼にちゃんと昼食うことはないのね。ね、あんまりね、うん、そうなんですよ。だからね、なんか3時とかね、4時ぐらいにお腹が減って、どっなんかランチとかも終わってるみたいな。そう、ちょうどね、あの隙間の時間なんだよね。そう、そういうことがね。この後6時にまたオープンする、ちょうど休んでる時間とかにお昼ご飯食べたくなるんだよね。そう、そういうことがね、よくあるんですけれどもね、はい、まあまあ一応でもね、この番組12時までだから、はい、この番組の後はちゃんと那覇のランチしに行けるから。あ、そうじゃん。ね、いいんじゃないの。いいじゃん、うん、だから今日のランチのコーナーもあえて。そうだよ、そうだよ。だから、うん、あの先週の例えばね、はい、収録じゃないや、その公開後に、はい、放送後に、はい、食べに行ったあそこが美味しかったよとか、そういう言葉を言ってもいいし、うんうん、
あとはそのメッセージでね、はい、もらってここのここが美味しいよっていう情報をゲットしたらそこに行ってみるとかね、うん、行く行く、うん、そんな感じでやりたいなと。そうだよね。なので皆さんのおすすめをぜひ教えてください。そうそうそう、あのメッセージをしてくださいということでございます。はい、はい、メッセージはどうやって送るの？はい、これ断るごとに言わないとみんな忘れちゃうんだから。そうですね、そうですね、はい、FM 那覇ホームページの方からね、あのメッセージの方を受け付けております。メッセージリクエストはこちらからというところでね、はい、メールフォーム、ございますのでそちらの方でぜひ送ってください、うん、それ以外にもね、直接メール打ちたいよという方はですね、780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp にメールの方送ってください。はい、ファックスでも募集しております。ファックス番号 098-860-0262、 ファックス番号 098-860-0262、 こちらの方でも募集しております。はい、はい、ということでね、ぜひぜひメッセージの方お待ちしております、うん、お待ちしております。リラックスキッチンスバーンラディオ。さあさあさあ、続いてのコーナーは、はい、セグンドチョイス。チョイスチョイスチョイス。ということでね、はい、あのターケセグンドがお届けいたします。暑苦しいコーナーだね。暑苦しくないよ、別に爽やかにお届けしますよ。そこは爽やかだよね、目細いもんね。なんだよ目細いって。目が細いかどうかぜひあの見に来てください、こちらの FM那覇のスタジオの方にね、うん、にということでね、お届けしております。ズバンレディオ0回目ランスルーということでね、はい、お届けしてるんですけどね、ここのコーナーはですね、はい、僕タケセグンドがね、うん、結構ねいろんな音楽知ってるんですよ。こう見えてもあみんな結構知ってると思ってるか、うん、皆さんあのご存知の通り結構知ってるんですよ、ね、なのでね、あのいろんな、その時の、ま、気分になっちゃうのかなこれな。そうでもそういうもんじゃない音楽って、うん、気分によってね、いろんな、ものをね、はい、お届けしようと思ってるんですけどもね、はい、はい、今日はね初めてラジオをも番組持った時に、かけたい曲と、はい、いうことでね、うん、ずっとリラックシーをかけておりますけどね。そうだね、はい、まだ1枚しかアルバムが出てないので何周してしまうんだろうっていうぐらいね。仕方ないね。はい、なんですけどね、はい、まあ、一応ちょっと BGM 下げましょうね、はい、こういう感じでね、うんうん、ラジオ番組ってでもいいね、たくさんあの音楽かけれるし。そうなんだよね、自分たちの曲をかけられるから、うん、はい、でもね、あの映像でね、ご覧の方、著作権の絡みがある曲はね、うん、どうしてもか映像の方には載っけられないみたいなので。そうなんですよね。そう、ラジオでやっぱり聞かないとって感じになっちゃうんですけどね、うんうんうん、なのでね、まあ、うん、その辺はまあしょうがないんですけどね、うん、トークの方も交えながらね、テンポよくお届けしていきたいと思いますので、はい、映像で見ても、うん、なんていうんですか、その飽きないような内容にしていきたいとは思っておりますのでね、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしますということなんですが、うん、そこで本日のセグンドチョイス、はい、セグンドチョイスはね、うん、まさに今流れてるこの曲、はい、リラクシンキッチンのモーニングバード。かっこいいでしょこれ。これかっこいいよね。これを聞かせたかった。知ってた。今のところなんですよ、今の感想部分。ごめんなさいね、シューコのボーカルが戻ってきたところでトークかぶせちゃいましたけど、この野郎。そう、今のね、うん、あのソロをね、うんうん、あの弾いてた楽器、うん、サンレレっていうんですけど、そうそうそう、はい、このサンレレのね、うん、音色、うん、まあ、フレージングもね、あの僕にしては奇跡的にうまくいったんですけど。はい、
あのサンレレという楽器のねこの音色がねとってもいい感じで撮れたなと思ってて、そうですね、これがねすごくね、うん、あの僕の中ではね、あのぜひセグンドチョイスとしてお聞かせしたいなと、なるほど、いうことでね取り上げたんですけど、はい、うん、そもそもそのサンレレという楽器何なのかっていう話なんですけど、うんうんうん、音色はねあのちょっと高い音で、うん、あのウクレレっぽい音でしたよね、うん、そうですね、そう、うん、そうなんです、あのウクレレと、うん、三線、沖縄の、うん、まあ、三味線なんですけど三線という楽器、うん、これを、組み合わせた楽器、うんうん、これがサンレレなんですよ。ウクレレはあの弦は何本なんですか？ウクレレは弦は4本4本なんだ、うん、サンレレは3本、うん、3本、うん、で音は基本的にウクレレで、うん、調律が三線、うん、チンダミ、そう沖縄風に言うとねチンダミ、だって三線についてるあれなんていうの、こう、こう回すとこからくりね、からくりがついてるもんね、そうそうそう、ついてるついてるついてる、うんうん、そう、なんていうのかな、これビジュアル的なものはねちょっとあれなんですけど、うん、ボディはまあ基本的にはウクレレみたいな感じなんですけど、うんうん、一応その弦がこれもウクレレの弦なんですけど3本張ってあって、うん、でそのチューニングが、うん、弦のチューニングが、うん、三線の音階になっていて、うん、で基本的には大きな音階をそのまま弾けるような感じになっているので、はい、まあ、三線のフレーズはそのままサンレレで弾けるんですよ、はい、うんうんうん、なんですけど僕はあんまり三線が弾けないのでなんかこういう使い方になってしまったっていうそしたらあれ逆に言ったら三線でもあのフレーズは弾けるってこと？三線でも弾けるけどちょっと楽器ちょっと多分運指大変だと思うけど、あのちっちゃいんでねサンレレはあのウクレレと同じようなボディなので、なのであの早いフレージングは結構やりやすいんですけど、なるほど、そう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 、そういうことか。三線も結構早弾き、うん、あのひやみかちぶしとかガーン、うんうんうん、ガン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 速くなってってやる人とかいるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのもすごい早いんだけど、うん、結構開放弦をあの使う、押さえてないところを使ってベン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 って弾くことも多いので、ちょっとね、音色的な問題もあって弾き方がだいぶ変わるんですよね。だから調律は同じでもやっぱりその、音はね音の選び方とか、うんうん、っていうのがやっぱ出てくるので、はい、例えばサンレレヒヤミカチブシ弾いたとしてもなんかあの三線の感じにはならなくて全然もっとまったりしちゃうんですよ。そうだね、うん、なるほどなるほど、そう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 、もう一回聞きますこれ、いやいやいや、そのもういいもういい好き放題だなそれはもういいか、うん、もういいよ、うん、一応ねあの2周目回してみたんだけど、いやいやいや、ぜひねあのこれあの本体こう全部続けて聞きたい方はあの沖縄県内の CD ショップの方に行っていただいてですね、リラクシンキッチンのアベスアルバムねあの発売されておりますので、そうそうそう、こちらの方お買い求めいただけたら嬉しいです。だから何回も光ってる、何回も流すなえ、いや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 それはそれは、まあ、はい、そういう形でね、はい、はい、以上今日の、はい、セグンドチョイスでした。ギラキチのズバーン、リラクセンカチャンスズバーンラディオ、はい、リラクシンキッチンのズバンレディオをお届けしております。お届けしております。ちょっと今の流れはラジオっぽかったんじゃない？一応ジングルが入ってそうだね笑いすぎまあまあいいや、このネタ引っ張りすぎだよねっていう、そういう話だよね、はい、はい、ではね、はい、もうね番組も本当に中盤です、うんうん、今そうですね、時間はね11時48分回って、はい、もうすぐ49分になろうとしておりますけれども、うん、なのでね、ここでね、はい、告知コーナー、告知コーナーもう一回言っていいよ、うんうんうん、告知コーナー、はい、ということでね、うん、告知コーナーやっていきたいと思うんですけど、今ドラえもんがあのポケットから物出した時の感じだ。ドラえもんがさポケットから物出した時にはエコーはかからないよ。かかんないっけ？かかんないよ。あ、そうか。かかんなくない？ビガビガビガーンっていうやつ、あれ用意しとかっていう感じじゃん。ででで
ブワン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 、なんか違くないそれ。それストーリーが始まった時じゃない。それ著作権かかんないのその音。今の私のオリジナルだもん。盗作で、盗作疑惑で。違うよ、やめて。はい、告知コーナーなんですけど、はい、もうあんまり時間がないんでね。そうですね。ちゃんとしてください、そこのところは。はい。はい、どうですか。はい。リラキチの告知しちゃっていいんじゃないですか、今日は。そうですね。リラキチ。大丈夫？僕の方からやった方がいいですか？もちろん。あ、もちろんってなんで。やってくださいよ、そこは。ただいまですね、今日2月23日木曜日なんですけど、はい、実はですね、2月27日までしかできないクラウドファンディングプロジェクトがございます。はい。いや何も音は出ないよ。効果音とか用意してないからさ。今エコーかけるから喋ってっていう名詞だから。あ、いや、そんなことないそんなことそんなこと。クラウドファンディングだからエコーかかんないってば。ドラえもん、どこでもドアだからかかんないってば。遊ぶな。面白いな。いや、まあ面白いけど、こういう遊びはまた後でね、また後で、ね、オンエアじゃない時間の時にやってください、ね、はいはい、クラウドファンディングプロジェクトをね、あの履歴値やってるんですけど、実は、はいね、はい、これアルバムアベス出したじゃないですか、はい、でやっぱりミュージックビデオが欲しいなと思ってるんですよ、欲しいですよね、うん、でもね、あのアベスを、ね、プレスしたらお金がなくなっちゃったんですね、なくなっちゃいますよね、うん、じゃあクラウドファンディングしようと、そうそういうことで、はい、始めたのが、はい、履歴値の MV を作りたいクラウドファンディングプロジェクトみたいな感じなんですよ。言っていい、うん、案外自分が気に入ってるよね。これやりたくてやってるよね。めっちゃ気に入ってますよ。、うん、それことるごとにやりますよ。そう、うん、効果的に、効果的じゃなかった。でクラウドファンディングプロジェクトやっておりまして、はい、ただね、期日がね、2月の27日の18時までになってるんです。18時まで、そうですね、はい、でこれね、あの、うん、どんな、内容になってるかというと、うん、まあ、当然ね、あのクラウドファンディングなので、その MV をじゃあ作ったらいいじゃない、ちょっとお金出してあげるよというお気持ちがある方は、はい、出資をしていただくような形になるんですけれども、うんうんうん、まあ、出資のしてくれた額に応じて、うん、特典が、はい、特典のお礼がありますので、はい、まあ、逆に言うとそれを購入するような目的で、うんうん、出資をしていただいてもいいんですよっていうような形になっております。そうですね、一番ね、あのお手頃なのが2500円のコースで、うん、僕らからのお礼のメッセージと、はい、うん、T シャツ、 T シャツ、リラキチオリジナル T シャツ、はいはい、こちらの方ね、現在19人の方が支援してくださってますね。あ、そうなの、うん、19人も支援してくれてるんだ。すごい、はい、そんなの見れるの。見れますよ。おー、なるほど、うん、で他にもね、どんなコースがあります、しゅうこさん。限定40名様でお礼メール&PV エクストラ出演できる権利。おお、今エコーかけてほしかった。うん、大丈夫、大丈夫。これがね、3500円です。これ結構ね、意外とね、うん、何人ぐらい来てる。5人、5人の方が。5人も PV 出てくれるの、うん、すごいじゃないですか。めっちゃいいよね、これね、うん、あの那覇じゃないや、あの沖縄県内に住んでる方じゃないと、うん、PV に出演しに来るのってなかなか難しいじゃないですか。あ、そうね、うんうんうん、だけど、まあ、そういうことなんでね、県外の方はどうするのっていうのがあるんですけど、うん、はいはい、あの県外の方でもね、うん、PV には出演できなくても、うん、あの最終的にその協力いただいた方として、その名前のクレジットをね、あ、エンドロールにそうそう出したりとか、なるほどなるほど、そういうようなこともできるので、もちろんそうですよね、あの、うんうん、何らかの形でね、そうそう、そのせっかくあの出資してくれた方にね、うん、MV になんかこう、うん、残しましょうみたいな、うん、卒業式欠席した人みたいな感じで写真出したり。写真はそれはちょっと MV 的にできるかどうか、そういう演出が可能であれば、うん、考えてみたいと思うんですけれども、続いてのコース、続いてのコース、うん、4000円コース、4000円コースっていうのもあるの、はい、ございます。これがお礼メール&ライブのリハーサル見学、リハーと写真撮影、ライブ入場券ということで、あ、なるほど、はい、限定30名で、はい、とかね、はい、まあ、あのいろんな特典用意してますので、はい、詳しくはね、これも、インターネットでね、はい、ご覧いただきたいと思うんですけども、そうですね、幕開けというね、クラウドファンディングのサイトでやってるので、はい、そちらでもすぐ出てくるんですけど、うん、とりあえずリラキチのホームページ、そうですね、リラキチで検索していただければ、はい、リラキチのホームページ出てまいりますので、あ、そうなの、はい、リラキチのホームページ、アクセスしていただきますと、はい、クラウドファンディング残り1週間切りましたみたいな感じ で、ね、ドーンってトップページに出しておりますので、はい、リラキチウェ
ウェブサイトの方からね、はい、ぜひウェブサイトの方から内容の方を確認していただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。そしていやいや まだ告知あるでしょ何もなんか終わろうとしてたの。いやいやいや、なんかさ音楽今変えようかなと思ったけど無理と思ったからそのまま話すことにしたはい、はい、もう一本ね、あの今リラ吉が、首里にございます泡盛館さんからあのご協力いただきましてやらせていただいてるリラ吉メセナモアイメンバー募集というねこちらの、 あの催しもあるんですけども、こちらがですね、はい、難しいから竹から説明して。おっとこれはねあの要は月に1回集まってうん、うん、みんなでリラキチのライブを楽しんで交流しながら、はい、リラキチのセカンドアルバム制作のための支援をしようっていう企画なんですよ、はい、そうですね、なんですけど、はい、ただそれだけじゃなくて、はい、それこれに参加していただきますとですね、はい、満期10ヶ月で満期になるんですけど、うん、満期になると、はい、泡盛の35年空数の一生瓶が、うん、一生瓶がもらえるっていう。もらえる、すごいでしょ。これが欲しくて参加してもいいんじゃない。これが欲しくて参加していいんですよはい、なかなかすごい感じで、はい、毎月1万円積み立てていく感じなんですけど、そうですね、要は10万円で、うん、泡盛の35年越しの一生瓶が手に入ると、はい、15万円なんですって、うん、販売価格は、うんうん、なので、うん、めっちゃお得になってますよっていう感じ。そうだね、はい、そういう感じのねものもございますのでね、これもね、はい、これからどんどん募集かけていきたいと思いますので、ぜひぜひ、ね、ご参加していただきたいと思います、はい、いきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。リラクシンキッチンスバーンラディオではね、はい、今日もう時間なので ね、 そうですね、これでね、第0回ランスルーの方終わりたいと思うんですけれども、はい、最後に周光さんから一言。めっちゃ楽しかったいやいや俺はねヒヤヒヤでした本当、はい、でももうだいぶ時間がね、うん、あれなのでね、うんうん、ちょっと1回目の放送までもうちょっと中身ちゃんとしときます。そうですね、マジで、はい、うんうんうん、でもねやっぱりね、うん、やってみて分かりました、いろいろと、うんうんうん、こんな風にしたらいいなっていうのが分かったのでね、はい、それを、やりたいと思いますのでね、うん、ぜひぜひぜひ皆さん、本番のね、はい、第1回目から聞いてくださいね、はい、ということで、人間サビラ、はい、はい、来週のテーマは、来週のテーマ、うん、来週のテーマは今週のテーマと一緒にしようよ、しない？いいよじゃあそうしましょう。あなたがラジオ番組を持ったらかけたい曲、うん、はい、じゃあ来週のテーマも初めてラジオ番組を持った時にかけたい音楽ということでね、はい、はい、行きたいと思いますのでね、はい、うん、本当そうですね、うん、そういう形で、お届けしていきますのでね、ラジオの方の情報もお待ちしておりますので、はい、どうぞどうぞよろしくお願いいたします、はい、だいたいこれあれですよね、通常は56分ぐらいで終わるんですよね。そうですね、はい、2分オーバーしてる、うん、大丈夫、今ちょっとオーバーしてますけど今日は一応ランスルーなのでね、うん、大丈夫なんですけどね、はい、はい、配信の方もね、うん、そろそろ終了しちゃって大丈夫ですか、はい、なので、配信の方も終了いたしますけれどもね、はい、リラキチのズバンレイリオどうぞよろしくお願いいたします。リラキチよろしくねー。